ビッシュは日本の6人組があるグループ。キャッチコピーは楽器を持たないパンクバンド。媒体によってアイドルグループやアーティストグループにも分類される。所属事務所はワック。所属音楽レーベルはエーベックストラックス。メンバーはアイナ・ジ・エンド、セント・チ,チ・ヒロ・チッチ、モモコ・グミ・カンパニー、橋康目厚子、リンリン、アユニディの6人。また、ビッシュファンの総称は 清掃員と呼ばれる。2015年1月、かつてビスを手掛けた渡辺淳之介がビスをもう一度始めるとビッシュの指導を宣言。サウンドプロデュースに松熊健太、衣装の外、林健太、アートディレクションの真田彩の初期のビスを手掛けてきたスタッフを迎え、5人体制で活動をスタート。2016年1月、エベックスからのメジャーデビューに伴い、 新生クスアイドルの肩書きを外し、同年2月頃より、新たに楽器を持たないパンクバンドの肩書きで活動している。メンバーは2度の脱退と2度の加入を経て2016年8月より、現在の6人体制となる。モ子コグミカンパニーを中心に、メンバー全員が楽曲の作詞を行い、ほぼ全ての楽曲の振り付けは、愛なジエンドが担当している。一部楽曲においては、 メンバーの作曲も採用されている。Bish はブランニューアイドルシットの略。ファンのことを清掃員と呼ぶ。これは前身の Bis がファンのことを研究員と呼んでいたことにならい、2015年4月に行われた初ライブの Bish の参加上で発表された。初期の活動では東京アイドルフェスティバル2015の2日目、出演キャンセルや、 2015年6月に行われたポップとの 200km 駅伝などプロモーション手法にもビスとの共通点が見られた。しかし渡辺は本当に始めた時のクソインディーズの素人の時は嫌われないと客が増えなかったんですけど今は嫌われると逆に客が減る状況になっちゃったと語るようにビス時代のような過激なプロモーション方法はあまり使わなくなってきているが 現在でもゲリラリリースやゲリラライブなどファンを驚かせるユニークなプロモーションが行われている。ライブに重きを置いており、ワンマンライブの他に数多くの音楽フェスやイベント、学園祭などにも精力的に参加している。またビッシュのライブでは一部のイベントを除きライブ中の写真撮影が許可されており、ライブ後にはファンおののが撮影した写真がインターネット上を賑わしている。 代表曲、オーケストラ、プロミス・ザ・スターなどのメロディアスなロックバラード楽曲から、マイ・ランドスケープ、ステレオ・フューチャーなどストリングスを導入した壮大な楽曲、ノンチエ・アップ、ついにしなどの過激な楽曲まで幅広い音楽性が特徴。作品発売後、発売の週の翌週以降も販売数を伸ばす傾向にあり、また、発売翌年以降の旧作品の販売枚数も、 多くなっているが、これは近年のアイドルグループにはあまり見られない傾向である。順位は、オリコンウィークリーランキング最高順位。シングルアルバム配信限定、セントチヒロチッチ。 アイナジエンドアユニディーハシアスメアツコリンリン2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015年2016年2017年2018年2019年2020年,2020年2021年ツイッターインスタグラム動画音源配信化しありがとうございます